タオンミはいえー、今日は時間がかかるとお金がかかるのこの2つを勉強したいと思いますまず日本語で言うと同じかかるなんですけどあの韓国語ですと違う動詞を使います、えー、そこは気をつけていただければと思いますではでは先に、えー、お金がかかる돈이들다들다 といいう動詞を使います時間がかかる時はしがにを使いますよくここを間違える方がいらっしゃいますので、えー、違う動詞を使うということを是非覚えてくださいでは例文を紹介していきたいと思いますその学校はお金がたくさんかかります 그 학교는, 돈이 많이 들어요. 그 학교는 돈이 많이 들어요. 여기에서 역까지 몇분 걸려요? 여기에서 역까지 몇분 걸려요? メールマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布していますぜひ登録してください無料ですえ、そして今日やった内容いいと思ったらぜひいいねを押してくださいいいと思ったらチャンネル登録してください